あなたの幸せになる種を育てよう。ケビンさん、樺沢先生は動画で思ってもいないポジティブなことを言っても自分が嘘つきだと言ってるようなものだとおっしゃっていましたが、まあいいかなどの樺沢先生が勧められている言葉も本心で思っていなければ意味はないのでしょうか。これもゼロ100思考なんですよ。だから俺ってダメな人間だって言うけど 100% ダメな人間だと思わないです。ダメなところもあるしいいところもあるわけです。俺ってすごいできる人間だ、だけど欠点もあるし怠けるところもあるわけです。何でも 100% ってないはずなんですよ。だから俺って最高って言った場合、何が最高なのかはよくわからないけど、最高な部分も 1% ぐらいはあると思うんですよ、ね、あなたの生きている中で自分が信じれる部分とか。俺はもう何でもいいところもない、全て欠点だらけでもう死んだ方がいいんだっていうね、 100% こうマイナスとネガティブだらけの人間っていうのはいないと思いますけどね。少なくとも私は会ったことはないですけどね。自殺直前の人はそういう状態になってるかもしれないけど、乗り越えると全然明るい人になってたりしますからね。だから何でも 0% と 100% の2つしかないというふうに考えるんですけど、ほとんどは中間です。 0% も 100% もないですよ。逆に言うとほとんど、だって皆さん試験で0点取ったことあります？ないですよね、めったにね。100点とかあると思うんだけど、小学校中学校だと。でも高校の試験とか、あと入学試験とかで100点取るって、ね、相当難しいと思うんですよね。大学受験の試験で100点取るってね、全国模擬試験で100点取るとかね、難しいと思うんですけども、0も100もないんですよ、めったに。だいたい90とか80とか70とか、70とか80が多いでしょうか。あるいは自分が何かやった時にその満足度を調べてみたら 80% ぐらいかなっていう自己評価が多いと思うんですね。だから自分を励ます時も俺はできるっていうふうに言うといいんだけど、 100% 絶対ウルトラスーパーに俺は絶対できないと思っている人が俺はできるっていうふうに言うと、それは嘘つきになるんですけど、そんなふうにまで自分自身をダメ人間だと思っている人っていうのはいないと思うんですよね。少なくとも私は会ったことがないですけども、そういう人とはね。うつ病の患者さんにおいても、もう俺はダメだ死にたいって言いながらも、なんとか治していきたいっていうプラスの気持ちが、ネガティブが 95% かもしれないけど治していきたい、元に戻りたいっていう希望が 5% があるから病院に通って治療してるわけだからね。だから 100% のネガティブってないんですよ、それは。だから 1% でもあれば、その部分を言葉にしていくっていうことが言語化の魔力です。視座の転換っていうんだけど、言語化の魔力において、どの部分を見るかなんですよ。あなたの中にいろんな要素がある。良い要素もあるし悪い要素もある。悪い要素多いかもしれないけど、良い要素もあるんですよ。ちょっとその部分を取り出して言葉にしていくと、それがどんどん増えてくるんですね。最初は 1% かもしれないけど、毎日口に出してると 2% になって、 3% になって、 5% になって、 10% になって、 50% になって、最終的に 80-90% までなって、すごく陽気な自己肯定感の高い人になれるっていうのが、この言語化の魔力ですね。言語化の魔力の力ですね。ということで、一番最初の質問にまた戻りますけども、思ってもいないことを言うと嘘つきになるので、あんまりポジティブなアファメーションとか言ってもしょうがないんじゃないのとか、私がよく言うまあいいかっていうのも、まあいいかって思わないの皆さん。例えばこうやってスマホを落として割っちゃったとしますよね。ああどうしようどうしようどうしようっていう、なんで落としたんだろう、私はなんでミスしたんだろうっていう気持ちもあるけども、まあどうしようもないよねっていう気持ちも絶対あると思うんですよね。だって割れたもの元に戻らないわけだから。元に戻ると思ってるんですか。自然とこうやってなでなですると戻らないですね。何か例えばスマホを落とした時にまあいいかっていうふうに思えるのが 0% の要素の人っていうのはあんまりいないと思いますけどね。しょうがねえなっていう気持ちは心のどこかにあると思うんだけど、その部分を言語化するとそこが増えてきて、ネガティブな要素をどん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 押し出していけますよっていうのが言語化の魔力なんですね。なので皆さん方は自分の中のネガティブな要素を取り出してきて言語化していくので、どん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 ネガティブな要素が増えてくるわけですよ。言葉にしなければうっかり忘れたり、2、3日したら忘れるようなことをわざわざ言葉にしてアウトプットして強調して、脳の回路を密着させて一生忘れないようにしているのは、あなた自身のマイナスの言語化のせいなんですよ。だから皆様の中にあるポジティブな種を言語化することによって育てて発芽させて成長させて実をつけていくと、ポジティブな実がなるんですね。皆様方は残念なことにネガティブな種を育てて、どんどんネガティブを育てて、ネガティブな人間性、考え方、個性を作り出しちゃってる。メンタル患者さんとかそうなんだけど、だから言葉を変えて、あ、いいですよ、言葉を変えましょうね。言葉を変えるだけでポジティブになれるし、気分が前向きになれるし、いろんなことがうまくいくようになるっていうのが言語化の魔力に書かれてる話です。最初の質問に戻りますが、自分の中にある小さなポジティブっていうものを取り上げて、それを大きくするために言葉を使っていきましょう。ポジティブが 0% の人はおそらく今いないです、この世の中に。ポジティブが 0% の人っていうのは絶望した状態なので、すでに自殺して死んでるんですね。そういう人っていうのは、もしいたとしたらね、 1% の希望があるから生きてるんであって、そういう意味で言うと
と皆様方も絶対ネガティブ 100% の人ってのはいないはずなので、自分の中のポジティビティ、自分の中の何かできる部分、やれる部分、信じれる部分っていうのを探して、それを言葉にしていってほしいなと思います。精神科医カバ沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。